自ら打った、決めた。オフェンスリバウンドから自らシュートを沈めた相田圭介。相田選手の場合はやはりそのポイントガード、あるいは今みたいにこうシューティングガードというかシュートを要求されるポジションのプレイヤーで、でも どちらかというとゲームコントロールをしながら今のようなスリーポイントシュート、いわゆるあの長いシュートなんかも打てるタイプの選手なので、今後やはりこういうプレーをどんどんまずシュートから入っていくことが彼の一番こう強みになっていくんじゃないかなというような、プレーでしたね今のはね。